はい、さい、おりとおり、みっちーです。そして、めぐです。今回なんですけども、石垣島にある泡盛の酒造所、6つあるんですけども、これをちょっと今回は飲み比べしていこうかなと思います。自分の感想だけではなく、めぐの感想も交えてレビューしていきたいと思いますので、お好みに合う1本ですね、見つけていただければなと思います。左から順に、制服、八重線、玉のつゆ、おもと、宮の鶴、白百合なってます。この3つが、大きな工場を持ってるよね。で、この最後の3つっていうのは小さな酒造所で家族経営みたいな感じで作っているものです。もしこの動画よろしければグッドボタン。またなんでもうちょっと無理。まだちょっとまだ無理。そして、チャンネル登録いたしくうにげさびらビファユ